はい、おはようございます。すすきの YouTuber のたまさまです。今日はですね、食べ物系、はい、行ってみたいと思います。今日はですね、コンビニで見つけてきた、ちょっと変わった味っていうんですかね、はい、こちら、試してみたいと思います。ででん、わさびマヨ地獄ユーフォービック。こちらですね、わさびマヨネーズということで、なんか美味しそうでもありすごそうでもあるなみたいなあんまりね、食べ物系そんなにやってないんですけど、辛いものとかね、あれですけど、これもなんか多分辛いっていうのかな、なんだろう、なんか聞いた分にはすごい美味しそうな感じしません？わさびマヨってね、なんかちょっと美味しそうだなって思うんですけど、実際食べたらどうなんだろうみたいなこれちょっと試してみようかなと思って、はい、これを作って食べてみます。はい、では開けていきたいと思います。開封、こういう感じです。あとこれ開封したら、こちらのね、2つソースとわさびマヨね、こちら2つを取り出してお湯入れるだけです。はい、ではね、お湯を入れてちょっとやってみたいと思います。あと、お湯沸きました。入れます。はい、ではね、ほんま3分待ってみましょう。こちら SNS でね、みんなに、どんな感じだろうと思って書いたら、結構すごい味ですよって言われたんですけど、あ、ね、3分経ちましたんで食べてみましょう。よし、結構ね、こうちゃんとお湯切りました。ソース、よし、まあ普通にソースだけどね、まあこんな感じですね。でちょっとわさびマヨ入れてみたいと思います。結構量あるんですけど、全部入れちゃいます。よいしょ、こんな感じで、はい、やっぱりちょっとグリーンですね、明るいグリーン。匂いは、ああ、ほんのりわさびな匂いしますね。わっ、結構もう湯気がこう目にしみるあおあおあ、むせるなこれはい、というわけでこちら、いただいていきたいと思います。まず、いただきます。一口目をね、いただきますよ。はい、いただきます。あーすげえ、うん、あーなんかちょっとうん、こうやっぱりむせますね味的にはね、悪くないと思うんですけど、やっぱり最初の一口目むせますあなんかね、一気にたくさんはいけないというわけで、本日はわさびマヨ地獄ね、UFO のビッグでした。結構ね、普通に美味しいんですけど、最初のこうムワっていうわさびのツンとしてるね感じでむせちゃいます。はい。味は慣れると美味しいかなみたいな感じですね。これ普通のわさびマヨでやったらどうなんだろうみたいな思いながら食べました。はい。結構マイルドな感じの味で作ってもらってると思うんで、はい、まあ地獄のって書いてましたけどね地獄のわさびマヨみたいなね、わさびマヨ地獄か、わさびマヨ地獄って書いてましたけど、はい、慣れたら結構いい感じかもしれません。はい、皆さんもよかったら試してみてください。では。
バイバイ。登録よろしく。